長。3番手和人君。おはようございます。市民報徳会の出会いです。本日は通告に従い一問一答形式で3つの項目について質問させていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。はじめに、イスルン駅周辺整備2期新図書館完成後の利用者の駐車場利用形態への配慮と利用者の駐車場確保について、また町中商業活性化支援事業にかかるイスルン駅前商工ビル、通称メルビルの駐車場についてお伺いをしたいと思います。昨年11月27日、イスルン駅周辺整備事業、南北自由通路及び新駅舎完成式典が執り行われ、イスルン駅の駅北正面と駅南口通路が完成し、市民の方からは、駅に行くのが便利になったね、子供を送ってくがも早くなってよかったっちゃ、駅きれいになってかっこよくなったね、そんな声をたくさんお聞きします。これまで利用されてきました旧駅舎はすでに取り壊され、来る3月28日にはいよいよイスルン駅周辺整備2期新図書館建設安全祈願祭及び起工式が取り行われ、南北自由通路と新駅舎に隣接する新図書館建設工事が始まります。この駅前周辺整備事業は駅前のにぎわい創出に合わせ、街中にぎわい創出のプロローグであり、市民が期待する大きなプロジェクトです。南北自由通路開通に伴い、約1700名ぐらいの方が駅利用者と合わせ気軽に利用できる新図書館の完成は、ますますにぎわいを期待するところです。現在、松沢地区社会福祉センターに隣接するおとぎの館では、子どもたち向けの本が利用でき、子どもへの読み聞かせや本の利用ができる状態です。また、小矢部総合会館内の図書館にも本の貸し出しや、小矢部市の歴史がわかる歴史書や古文書も保管、利用できる状況です。そこで、まずお聞きしたいのは、現在の図書が保管利用されているおとぎの館、また総合会館の図書館では、どれくらいの利用者があるのでしょうか。月間または一日平均の数でも構いませんので、利用者数を教えていただきたいと思います。教育委員会事務局長砂田勝弘君。市民図書館の入館者数につきましては、平成24年度以降6万人程度で推移をしておりまして、平成29年度では年間5万6117人で、月平均いたしますと4676人、年間入館者数を開館日数で除した1日あたりの平均入館者数は190人でありました。またおとぎの館の入館者数につきましては、平成24年度以降3万人程度で推移しておりまして、平成29年度では年間2万8583人で、月平均2382人、1日平均97人でありました。議長。3番手和人君。ありがとうございました。総合会館につきましては1日平均190人、おとぎの館については97人の利用があると今お聞きしたわけでありますが、
新図書館完成後、これまでその利用者数を鑑みながらですね、おとぎの館、孫文会館図書館に保管されている本、これに、新しい図書館では新たに本を蔵書し、1階には子どもへの読み聞かせができるスペースも完備をされると聞いております。大人から子どもまで気軽に使いやすく、たくさんの本が選べる図書館となるよう準備をされていらっしゃるわけでありますが、この新図書館の利用者をこれまでのこの1日平均190人、またおとぎの館については97人、この現状を鑑みながら、新図書館の利用者、この利用者数をどれぐらい見込んでいらっしゃるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。はい。2020年3月の供用開始を目指しております新図書館におきましては、現在の市民図書館入館者数の2割増となります7万人を目標としておりますが、おとぎの館図書室の入館者も含め、目標値を上回ることができるよう、魅力ある図書館にしてまいりたいと考えております。3番、出会和人君。2割増7万人というお話を今お聞きしましたが、本当により多くの方に気軽に利用していただきたいというふうに考えておりますし、駅利用者や図書館利用者が利用することにより、駅前に賑わいが生まれ、活性化の波が街中へ流れるよう期待をするわけでありますが、そこで図書館利用者にとって、やはりこの7万人、この7万人に考慮していかなければいけないというのは、駐車場の問題があるのではないかというふうに考えております。例えば、現在、土曜日、日曜日に駅を利用する場合、駅改札出口で手続きをすれば、駐車場が無料で利用できる状態ではありますが、図書館利用者については、今後どのような対応を考えておられるのでしょうか。駅北、駅南駐車場などを利用した場合の料金などはどのように対応しようと考えておられるのでしょうか。お聞かせをいただきたいと思います。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。はい。新図書館の利用者のための駐車場につきましては、イスルギ駅前駐車場の時間制駐車台数が81台あります。加えまして、イスルギ駅南第一駐車場に時間制駐車台数が平日で52台、土日祝日で112台がご利用可能となっております。2箇所の駐車場を合わせまして、平日で133台、土日祝日で193台の駐車台数となるため、図書館以外の利用者を考慮したとしても、図書館利用者の駐車場としては十分に確保できているものと考えております。なお、駐車料金につきましては、図書館利用者に対して3時間まで無料とすることとしておりまして、このため、新図書館内に認証機を設置する予定としております。3番、出会和人君。ありがとうございます。3時間まで無料ということと、駅南の駐車場には認証機をつけて、まあ、これは例えば、通るときに、なんていうんですか、それを通る形のものを機械としてつけていこうということであろうかというふうに考えて、おりますが、例えば、平日、休日の問題も考慮をしていかないといけないというふうにも考えておりますが、やはり気軽に利用するということは、この3時間の中で、例えば子どもに本の読み聞かせのため利用する場合、駐車料金によって、また今お聞きしました時間の制約などがある場合、そのことに気が取られ、まあ、ゆっくり読み聞かせができない、また利用者もゆっくりと本が探せない、読めないなど、まあ、そういうことがあれば、
にぎわい喪失どころではないのではないかなというふうにも考えてはおりますが、現在、おとぎの館では、社会福祉センターやクロスランド駐車場など、スペースがふんだんにあり、総合会館も同じというふうに考えてはおりますが、やはり利用者にとっては、利用時間が無料、または駐車料金の払い戻し、駅北、駅南の駐車場では、それぞれ管理方法の違いがあり、大変だとは思いますが、図書館利用駐車場の場所指定、または料金の無料化がぜひとも必要ではないかというふうに考えてはおりますが、このことにつきましても、少しご意見をいただきたいと思います。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。図書館利用者の駐車場につきましては、今ほど申し上げましたように、新図書館内に認証機をつけて、3時間まで無料という形にしようと思っております。無料化ということに対しましては、新図書館が供用開始して、で実際に、利用された状況等を、考慮いたしまして、また今後、検討させていただきたいというふうに思っております。はい、議長。3番手、梶人君。今後検討していただけるというお話でありますが、関連で質問させていただきたいのですが、例えば3時間を超えるという場合については、現状、どのように考えておられるのか、そのことについてもお聞きをしたいと思います。教育委員会事務局長、砂田勝弘君。3時間、を超えますと、通常の駐車料金がかかってくるということになりますので、1時間100円ということになります。はい、議長。3番手、梶人君。分かりました。やはり気軽に利用するという部分も含めてですね、今後のその無料化と、今、3時間無料ということでありますが、ぜひこの利用者のこれから完成をしてですね、利用者の状況にも合わせながらですね、この料金については十分にこう検討していただきたいというふうに考えております。次に、この駅前のにぎわい喪失というのは、この今の南北自由通路、新図書館、このところからにぎわい喪失を考えながら、街中のにぎわいの創出へとつなげていきたいというお話でありますが、この街中にぎわい創出への誘導を考えた場合、本年5月に、駅前商工ビル、通称メルビルが完成する予定ではございますが、このメルビルは商工会会員のみが利用するのではなく、広く一般の方にも利用していただき、街中にぎわい創出の一つの拠点として、1階には地域資源活用カフェ、2階には多世代交流サロン、ふれあいサロンを備え、若者から高齢者まで1人でもグループでも利用でき、素晴らしい公共トイレも設置される予定であると聞いております。3階には文化交流サロンとして、会議や手芸、囲碁、将棋、麻雀など、地区でもサークルでも活用できるカルチャー教室に利用される。また、4階には若者や女性の企業を起こす方から、個人事業者まで、お互いの業種の交流を促すコミュニティを醸成する共用オフィスの設置が予定をされているというふうに聞いておりますが、このメルビルを利用し、街中にぎわい創出を考慮する上においても、やはり考えられる問題は、駐車場の問題ではないかというふうに考えております。現在、商店街は片側駐車が認められてはいますが、大人数の利用者、ふれあいサロンや各種教室の開催などで利用する場合、また、シェアオフィスを契約され、利用される方にとっても、路上駐車は場所の問題もあり、非常に危険も伴いますし、街中の駐車場確保は非常に困難な状態と考えられますが、この問題も解決しない限り、
駅前のにぎわいも街中へのにぎわいへの流れが旧8号線で止まってしまうのではないかというふうに私は危惧しておるわけでありますが、桜井市長が唱えていらっしゃるアウトレットパークから天から線へ、線から面へ展開する街中活性化と小矢部市の活性化、まあ、このことについては後ほどまた質問をさせていただきたいと思いますが、間違いなくこのメルビルも一つの点として捉えるならば、メルビル利用者、シェアオフィス契約者向けの駐車場の確保はどうしても必要と考えますが、これにつきましても駅前駐車場の確保、駅前駐車場の区画開放、または1時間無料、利用料金無料、駐車料金の払い戻しなどの考えはないかお聞きをしたいと思います。企画政策部長渋谷淳一君。現在小矢部市商工会において整備されておりますメルビルは、伊豆駅の新駅舎、南北自由通路の供用開始や平成31年度末オープン予定の新図書館の整備に呼応し、商店街の活性化に向けた新たなにぎわい創出の拠点として本市においてもその効果を期待しているところであります。メルビル利用者の駐車場確保につきましては、市商工会においても近隣の民間駐車場の確保などを検討されているところではありますが、月決め利用の駐車場が多く難航していると伺っております。本市といたしましては、議員ご指摘の商店街で認められている県道の片側駐車を有効に活用していただくことも方策であると考えますが、先ほどの新図書館の答弁にもありました、伊豆駅前駐車場、伊豆駅南第一駐車場の時間制駐車場が現在1時間まで無料で利用できることから、駐車場確保の一つの方法であると考えております。議員ご提案の区画の開放、全時間無料化、駐車料金の払い戻しにつきましては、伊豆駅利用者並びに新図書館利用者の駐車場利用も含めた区画の確保、料金の公平性の面などを検討することが必要と思われますが、メルビル利用者の駐車場確保は重要な課題であると考えておりまして、利用状況を見定めながら関係課と協議してまいりたいと考えております。議長。3番手合和人君。今答弁の中にありました、まあ、利用状況、それから、利用料金の公平性、まあ、このことも考えてですね、ぜひ、このメルビルを利用される、まあ、現在は商工会が管理をされるというふうに思っておりますが、ぜひ十分な打ち合わせをしていただきましてですね、やはり多くの方に利用していただくというのがやはりまず第一ではないかなと思いますので、引き続きぜひ一緒に協議検討をいただきたいと思います。それでは2つ目の質問に移らせていただきます。2つ目の質問は、市民窓口の外国籍の方への来訪対応についてお聞きをしたいと思います。やはり市役所の顔は何といっても1階の市民課窓口です。私も市役所を訪れるたび、窓口の方が丁寧に対応されておられ、高齢者の方にもわからないことがあれば丁寧に説明をされたり、気流欄の説明をされるなど、本当に細やかな対応をされていらっしゃるというふうにいつも感心をしております。見ておりますと、窓口はさほど混雑しておらず、来訪された方をお待たせすることなく、案外とスムーズに業務されているなというふうに感じはしますが、1日あたり1階の市民課窓口にはどれぐらいの来訪者があるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。民政部長山田博明君。
市民課窓口における来訪者数についてのご質問でございますが、本年2月の状況によりお答えをさせていただきます。市民課が対応いたしました各種証明書の発行につきましては、2月が1454件でありました。また転入転出等の移動にかかる届出につきましては合わせて174件でございました。なお平日での1日あたりの来訪者数は約80人であり、日曜会長での1日あたりの来訪者は約20人となっております。議長。3番出会和人君。次にお聞きしたいのはですね、実は、3月5日発行の市町村新聞を見ておりますと、富山県における外国人登録者数、これは住民数でありますが、それが書かれておりました。少しご紹介をさせていただきますと、平成30年の統計で見ますと、富山県には現在18,226人の外国人登録者数がおり、うち中国籍の方が5,001人、ベトナム籍の方が4,062人、ブラジル籍の方が2,465人、フィリピン籍の方が2,274人、韓国籍の方が887人、インドネシア籍の方が555人、パキスタン籍の方が533人、ロシア籍の方が464人、その他の外国籍の方が2021人と、平成29年比 9.77% の伸び率で、年々約1割増加している状況です。そこでお聞きをしたいのは、小矢部市では現在、外国籍の方は何名登録をされていらっしゃるのでしょうか。また、国籍別に分かれば、総人数と国籍別の人数をお教えください。民政部長、山田博明君。今年の1月1日現在での外国籍の方の人数につきましては、508人の方が登録されているところでございます。その内訳といたしましては、ベトナム国籍の方が188人、中国籍の方が160人、ブラジル国籍の方が70人であり、上位3カ国において約8割を占めている状況にございます。議長。3番出会和人君。次の質問も、現在の状況で、結構でありますが、この今ほど言われました508人、この小矢部市に登録されている外国人の方が市民窓口に来訪される目的、どのような内容で、この市役所に、来られるのか、それについては把握されておられると思いますが、それにつきましてお聞かせをいただきたいと思います。民政部長、山田博明君。市民課窓口に外国籍の方がいらっしゃる主な目的といたしましては、住所移動に伴う、住民票登録に、するために、お越しいただくということになっております。なおですね、在留資格等々から、その日本にいらっしゃる、小矢部市にいらっしゃる目的といたしますと、約6割の方が、技能実習を目的として、来訪され、その他の約3割が日本で長く生活されている、状態にあると推測しているところでございます。はい、議長。3番手、和人君。私がなぜ一番最初に窓口にお越しになる方の1日あたりの来訪者数をお聞きしたかということは、実は、いつも窓口対応がスムーズなのに、たまにこう市役所を訪れますと、窓口には外国人の方が長い間待たれている、そういうような、ところも見受けられますし、時には大勢の外国人の方が列を作って長時間並ばれている光景を私も拝見をしたからでありまして、
まあ、市民の何名かの方からも、そのようなお話をお聞きしたこともございます。今ほど、まあ、6割の方が技能実習で、この小矢部市に、住民票登録をされていると、まあ、在留資格の件もあるというふうにお聞きしましたが、窓口では、まあ、何かその言語の問題や通訳の問題、まあ、内容の把握に時間がかかっているのかなというふうに私は気になっておりましたから、このこ、まあ、先ほどの質問をしたわけでありますが、まあ、この問題について何か現状で問題があるということはありませんか、お聞きをしたいと思います。民政部長山田博明君。外国籍の方への対応について、まあ、一部言語の問題がある のではないかというご指摘でございますが、まあ、来庁される外国籍の方であっても、日常会話に、まあ、支障のない方や、日本語が理解できる関係者が、まあ、同行し、来庁される場合が圧倒的に多い状況にございます。また住所を移動する手続きにおきましては、まあ、日本の方と大きな差異がないことから、外国籍を理由として一定以上の時間を要するものではないものと考えているところでございます。まあ、一方で、外国籍の方につきましては、たくさんの方が一緒に来庁される場合が多く見受けられ、その際には持参された書類の確認や入力作業に一定の時間を要する場合もございます。まあ、その一つの例といたしましては、日本の方と同様に外国籍の方も住所を移動する場合は、マイナンバー制度にかかる手続きが必要であり、その際は機会の都合上、1人ずつしか対応できないため、やむを得ず一定の時間が必要となる場合もございます。また来訪目的の内容の把握に時間がかかっているということもございますが、まあ、多くの場合では、日常会話程度の日本語が理解できる方や、日本語が理解できる関係者が同行されていることなど、特に大きな対応についての問題はないものと考えているところでございます。はい、議長。3番出会勝人君。まあ、今のお話をお聞きしておりますと、まあ、機械も1台しかないというのは僕もちょっとそのまた詳しくお話をお聞きしたいと思いますが、まあ、例えば通常一般に市民の方が窓口を訪れるときには非常にスムーズなんですけれども、たまたまその固まっていらっしゃるときには手続きが大変になるというような状況も見受けられるのであればですね、まあ、例えばその今の機械が1台ないというのは僕もちょっとわからないんですが、外国人専用窓口の設置やですね、まあ、専用に対応できる人員の確保、またちょっと一歩進んで考えるとですね、外国籍の方専用の多国語言語対応の専用タブレット端末などをですね、まあ、他市に先駆けて導入するなど、まあ、こういったようなことも検討することがあればどうかなというふうに思いますが、まあ、先ほどのその1台しかないという機会の説明のことも含めてですね、まあ、この件について当局の見解をお聞きしたいと思います。民政部長山田博明君。先ほどの機械が1台しかないという申し上げましたのは、あくまでもマイナンバーカードを登録する際の国の制度を受けて、まあ、そういう処理をする機械が1台しかないということで、住民基本台帳法上でいう移動については多数の職員が一遍に対応するということになっておりますので、あくまでもマイナンバー制度の対応するときにどうしても1台の機械しかないということを先ほどお答えをさせていただいたところでございます。あと1点はですね、やはり皆さん一緒にいらっしゃるものですから、本来日本の方であれば自分で移動ができるものですから、まあ、1人の方が手続き終わるとそのまま帰路に着くという状況にございますが、どうしても外国籍の方の場合は皆さんで一緒に行動されるものですから、一人の手続きが終わってもどうしてもその皆さんの終了を待っているというような状況にございます。そのいうことも勘案いたしまして、外国籍の方の専用の窓口を設けてはどうかという ご提案につきましては、今ほどお答えしたことも含めまして、外国籍の方への対応に、特に大きな課題問題がないと考えていることから、現段階では専用窓口の設置やタブレットの導入については、特に検討していない状況にございます。
ただ一方ながらですね、今後外国人労働者の受け入れなどに伴いまして、窓口業務の環境が大きく変化した場合におきましては、改めてその対応について、検討してまいりたいと考えております。はい、議長。3番、出会和人君。対応を考えたいということでありますが、できればですね、そのたくさんの人が来られたときぐらいはですね、こうちょっとスムーズに流れるようなですね、例えば、対応される職員の方も、また待っていらっしゃる外国人の方も、何か対応できるような考え方、これは機会だけではありませんし、人の対応にもよるかと思いますが、何かそういうようなことで考えていらっしゃるようなことはありませんでしょうか。民政部長、山田博明君。市民課の窓口対応といたしましては、それは外国籍の方に特化したことではなくてですね、日本の方に対する方法といたしましても、当然ながらですね、待ち時間を少なくするために複数の職員がいろんな業務をできるようなそういう体制を作る、当然ながらそういう専門性のある職員もの配置も必要ですけれど、一般にですね、たくさんの方がいらっしゃったときには複数の職員で対応できるようなそういう体制作りにも努めているところでございます。また先ほどの繰り返しになりますが、外国籍の方についてはなかなか運転免許証を取得している持っていらっしゃる方も少ないと思われることからですね、やはりその移動については皆さん一緒にですね、移動するということで一人一人の手続きが終わっても、やはり皆さんの手続きが終わるのを待っていなければいけないという状況にもございますので、そこら辺につきましては、何か対応できるかというと、なかなか行政レベルでは対応しにくい部分もありますので、私らとしてしましては、外国籍、日本の方、それぞれですね、できるだけ待ち時間をなくすような職員総出で対応できるような体制を今後とも構築するように努めてまいりたいと考えております。議長。3番、出会和人君。私もちょっと考えておりましたが、人海戦術でというようなお話も今あるわけでありますが、一つ考えるとですね、例えばたくさんの方が一緒にお見えになってお一人ずつこう登録をされていって、終わったら待っていらっしゃるということなんですが、その書類をチェックされるとかですね、いろんな書類がもし必要だということであればですね、事前にその例えば今6割のぐらいの方がですね、技能実習でお越しになっていらっしゃって、多分今やはり人材が不足している中で企業の方も、たくさん外国の方を、雇いたいと、また雇うために努力をされていらっしゃるという企業もこれからますます増えてくると思いますが、事前に市役所窓口に来られる前にですね、例えばこういったような必要な書類があるんですよとか、こういったような書類に事前にこう記入をしていただければですね、今例えば5分かかっている業務につきましては3分ぐらいで終わりますよというような考え方もあるのではないかなと。これについては非常にお金もかかりませんし、非常にこうお待ちになっていただく方も、また対応される市の職員の方に関しても非常に効率的になるのではないかなというふうに考えておりますが、この件についてはいかがな考えをお持ちでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。民政部長、山田博明君。実は平成24年の7月に、住民基本台帳法が改正されまして、従前は外国人の方だけで、外国人登録、それは外国人登録の原票にそれぞれ在留資格とかですね、生年月日、いろいろなものを、書くような、そういう手続きが必要でございました。その、住民基本台帳法の改正を受けまして、実はその在留資格に関するような手続きにつきましては、入管の方で行うこととなりましたので、市の窓口におきましては、繰り返しになりますが、日本の方と同じような形での、住民移動の手続きということになりますので、それはそのまま旧の、国籍とか住所とかですね、新たな住所とか、そのデータが限られて
ておりますので、まあ、事前にお越しになったときにできるだけそこら辺の手続きを皆さんに順番よくですね取っていただけるような、まあ、そういう整理とかですね事前に確認できるようなことは事前に確認した方が、まあ、事務的にスムーズにですね、行えるようであればそういうこともですね関係のそういう方々と少し調整をさせていただきながら今後検討させていただきたいと考えております。3番手、和人君。はい、それではですね、まあ、そういう企業の担当者の方やですね、また企業協会や商工会の方もいらっしゃると思いますし、まあ、これから外国人の方を、に企業で働いていただこうという方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういうような方も含めてですね、またぜひ検討していただいて、まあ、なるべくスムーズになればいいかなというふうに私も思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。まあ、最後の質問でございますが、まあ、これらのことも含めてですね、まあ、これから市役所内でもですね、まあ、総合案内をはじめ、まあ、少なくても1階の窓口には、今おっしゃったように、英語や中国語での表記看板の追記または追加、まあ、こういうものが必要になってくるのではないかなというふうに考えておりますが、まあ、これにつきまして当局の見解をお聞きしたいと思います。総務部長、貝本武史君。外国語対応の釣り看板、そういうものの設置につきましては、ご意見もいただいているところでございます。外国籍の方が来庁された目的をスムーズに達成できるように、設置する範囲や表記方法、そしてさらには認識効果の高い外国語の選定について、検討してまいりたいなと考えております。3番手、和人君。ぜひご検討をお願いしたいと思います。それでは次の質問に移りたいと思います。まあ、先ほど、後ほど質問をさせていただきますというふうに申し上げましたが、南北自由通路の完成、そして新図書館建設と駅前のにぎわい創出を目指し、街中のにぎわい創出にかかる商工ビル、メルビルへの補助金などの、桜井市長が第7次総合計画の中で、常々口にされておられる駅前のにぎわい創出から街中のにぎわい創出、そしてアウトレット北陸小矢部をはじめとしたアルビス、旅籠屋の宿泊施設やコメリ、そして回答が待たれる温浴施設をはじめとした東部産業団地を拠点とする天から線へ、線から面へというふうに市長はよくおっしゃっておられますが、この点から線、線から面へつないでいくという内容について、現在はそれぞれの開発拠点がまだ点でしかないというふうに私は感じておりますが、これをどのようにして活性化を目指していこうとされているのか、このことにつきまして、当局のお考えをお聞きしたいと思います。企画政策部長、渋谷純一君。はい、伊豆駅周辺整備事業につきましては、昨年11月の南北自由通路の供用開始により、新たな人の流れが創出されたところであります。加えて、来年度末には新図書館のオープンを予定しており、伊豆駅周辺のにぎわいがより一層増すものと考えております。また、小矢部市商工会が取得し、現在、改修工事を行っているメルビルが、町中活性化の核として本年5月にオープンするなど、中心市街地に人を呼び込むための事業も着実に進んでいるところであり、このことは昨日来からも答弁させていただいているところであります。ご質問の駅前から東部産業団地をどのようにつなげ活性化を目指すのかということについてでありますが、まずはイスルギ駅とアウトレットモール周辺、この2極を線でつなぎたいと考えております。具体的には、昨年10月に、イスルギ駅とアウトレットモールを結ぶ路線バスが、街中を経由するルートに変更され、イスルギ駅とアウトレットモールを結ぶ1つ目の線が出来上がりました。
2つ目の線といたしまして、新たな道路の整備が必要と考えております。これら2つの線により二極が結びつき、将来的には1つの面へと発展することを目指しております。現在、市商工会や市民団体が中心となって実施する各種町中活性化事業が、そのシンボルとなることが期待されるメルビルを拠点として計画されております。本市といたしましては、市商工会や町中活性化事業に取り組む団体との連携をさらに強化し、各種整備事業との相乗効果を図りながら、活性化に結びつけていきたいと考えております。議長。3番、出会和人君。今、渋谷部長の方からお話をいただきました、1つ目の線が完成をしたと、これ、2つ目の線が必要ではないかというお話でありますが、これは多分都市計画道路のことをおっしゃっておられるのではないかなというふうに私も推察をするわけでありますが、現在、駅前の町中の都市計画道路、この計画に合わせて、道路の拡幅、また、愛の風富山鉄道の駅横踏切の、平坦化、拡張という計画も出ておりまして、これが町中の都市計画道路になるのかなというふうに思っておりますが、合わせてこれが町中の活性化につながるように計画をされているというふうに私は感じておるわけでありますが、多分2つ目の線というのはですね、先ほど谷口議員がお話をされました、与島西中野線、東部小学校までの拡幅と道路の延伸についてのことではないかなというふうに私も推察され、させていただいたのでありまして、この2つ目の道路については、細かいことは割愛をさせていただくとしまして、私は常々やっぱり部長と同じでですね、やはり2つ目のこう2つの道路、これは私は道路は血が通った血管をこうイメージしておってですね、やっぱりその 血がこうやっぱりこう流れていくという中において、やはり何を作っていくのかというのがやはり大切ではないかなと私も思っておるわけでありますが、この日本の線、つまり街中の完成と、この都市計画道路、新しい道路をどう具体的に活性化を目指していかれるのかというふうなことについてですね、もし分かる範囲であればお聞かせをいただきたいと思いますが、いかがでございますか。産業建設部長、高木俊和君。今現在本市で進めておりますイスルギ市街地の都市計画道路の整備につきまして、ご紹介をいたします。イスルギ市街地の骨格を形成する道路といたしましては、平成27年度からイスルギ高等学校下の区間において県営街路事業といたしまして、都市計画道路車内上野本線の整備が実施されております。さらに本年度からは愛の風富山鉄道線の福光街道踏切を含む区間において県営街路事業として都市計画道路駅南中央線の整備が実施されております。この2路線の整備によりまして、現在本市が進めておりますイスルギ駅周辺整備事業と合わせまして、イスルギ駅を挟む南北の市街地一体化がさらに促進され、駅周辺地域のにぎわいを創出し、中心市街地の活性化を図ることができるものと考えております。はい、議長。3番、出会和人君。はい、ありがとうございます。私が今ちょっと今イメージをさせていただいた中でですね、今お聞きしました都市計画道路、それから、先ほど谷地区議員がおっしゃった与島西中野線、この道路をこうつないでいく、それから今、完成はまだ未定だというふうに思いますが、この、線路、踏切を越えてですね、駅北へ続く、現在、今、
一生懸命誘致をされているというホテル、まあ、この駅周辺のこと、それから街中、それからこう、東部産業団地、まあ、つまりアウェットレットに向かっていくにはですね、上から見たらなんか富山県のこう扇状地のようにこう私はこう感じておるわけでありますが、まあ、私がイメージできるところはそれぐらいのところまででありましてですね、つまり日本のこの道路、それから都市計画道路、それから線路、駅北へのこの、展開をですね、どういったようなふうに具体的に考えていらっしゃるのか、まあ、もしこの点が分かればですね、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。企画政策部長渋谷純一君。先ほども答弁いたしましたが、駅前から東武産業団地を道路で結ぶことにより、2極が結びつき、将来的には一つの面へと発展することを目指しているところであります。加えて、駅北と、駅南を結ぶ道路等の整備により、東武産業団地アウトレットモールから駅北までの面は、その面でありますが、駅南まで広がり、現在力を入れているホテル、商業施設等の誘致、駅を核とした街づくりにもつながっていくものと考えております。そして最終的には、砺波南東方面への広がり、市全域の活性化、ひいては定住人口の増加にも結びつくものと、その大きな広がりに期待をしているところであり、議員が言われる欠陥、道路の整備はその基礎になっていくものと考えているところであります。はい、長3番出会和人君。その、まあ、道路に合わせてですね、今後、まあ、もし考えているような、例えば、まあ、私が思うにはこれ、この道をこう作っていくにしても、これから点から線、線から面へ向けていくにしても、まあ、これは市単独のこう財政だけでやっていくわけでもありませんし、民間の活力も当然必要になってくるというふうに思っておりますし、まあ、小矢部氏は、合併もしておりませんし、単独財政の中でこう動いていく中で、市長がおっしゃっておられる点から線、線から面、そして、人口対策を含めたですね、この小矢部氏を、まあ、やっぱり今、この活性化していかないとですね、どんどん衰退していくんじゃないかというような考え方のもとにですね、昨日もおっしゃったように、交際費比率や将来負担比率、まあ、市の財政負担も考慮しつつ、市政運営をやっぱり行っていきたいというお話もありました。まあ、具体的にもし、なんかこういうことをしたいなというようなこと、またこういうふうにしていきますよ、こういうようなものを作っていきたいなというようなものがもしあればですね、逆におっしゃっていただければありがたいと思っておりますし、やはりこの私は今日お聞きしたこの計画というのは、非常にやっぱり喫緊に必要な計画であるなというふうに考えておりますし、まあ、やっぱり行政だけが先行してやっぱりやるものではなくて、官民一体となってですね、市民の皆さんのご理解もいただきながら、まあ、道も作りながら、この面から点を広げていくということをぜひやっていただきたいなというふうに感じておりますが、まあ、道路につきましてはまだ未定だということも分かりますが、やはりこれ、この点から線、線から面へとこう向けていかれる、まあ、今後のスケジュール、まあ、道は別にしてもですね、例えばこれはどういうふうな形でこの、その扇状地というか、私のイメージでいく、この中に何かを作っていくというような、何かそういうような計画をされているもの、また、どういうふうに進めていこうかなというようなものが、もし分かれば、少しお聞きをしたいと思っております。企画政策部長、渋谷純一君。はい、議員言われました通りですね、市の独自では、成し得るものではございません。当然、国県の力も、借りなければならない、そして、民間活力を大いに、活用していかなくてはいけないと思っております。具体的にということでありますが、何度も答弁しておりますホテル、商業施設、そういうものの誘致、当然であります。そして商業施設の誘致に伴いまして、住宅開発、こういうものも進んでくるかと思っております。ただ、まちづくりは、2年、3年でできるものではございません。10年、20年の長いスパンで形成されていくものと思っております。まずその基礎を作り上げ、今後に期待をしていき、一生懸命進めてまいりたいと、そのように思っております。以上、3番で和人君。
先ほど谷口議員も、早めにぜひというお話もありましたが、やはり面へ作っていくには、まず線から点へ向けていかなければいけないということで、今、一本の線は作ったんだけれども、2本目の線、この2本目の線と、ぜひ駅、町中のこの都市計画道路、この計画道路につきましては、なるべく早い、やはり完成がやはり待たれるものだと。それに従って、今おっしゃる長いスパンの中での線から面へこう変えていかれるものだというふうに考えておりますので、ぜひその面につきましては、市民の皆さんのご理解もいただきながら、早い線が完成するようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。